こんにちは。いつもお世話になります。引田さん、速稼塾の久保です。今回税金の支払い方でちょっとお得な方法があるということでちょっと紹介したいんですけども、固定資産税という話しましたかね。私の場合はですね、市民税とか県民税とか、あとね、自動車税、こちらの方をお得に払う方法があるということで、何点かね、情報をキャッチしました。一つはね、PayPayで払うという方法ですね。PayPayってアプリをタップして、なんかその税金払いができるそうなんですよ。どこだったかな、請求書払いってところがあります。請求書払いってところがありますんで、こちらの方から払うと、この請求書のナンバーをね、要するにバーコードですか、あの辺を打ち込むと、0.5% から 1.5% が還元されるということなので、ちょっとお得なんではないかなというところが一つです。もう一つは、ヤフーの公金払いっていうのがありますね。ヤフーで、実はですね、税金のいくつか払うことができるんですよ。実は水道代金とか電気代金も払うことができるんですよね。こちらの方は T ポイントっていうものがついたりとか、還元があったりとか、まあ、PayPayと組み合わせたバックシステムがあったりとかして、私も今ね、調査中なんで、まだ払ってない状態なんですけども、あることはあるらしいんですよ。まあ、ですんでね、引田さんの方も、お支払いできるものがあると思います。これはね、地方税に関しましては各地方自治体、市区町村によって違うと思いますので、全国一律のものではないかもしれませんね。固定資産税に関しましては私はもうとっくに現金払いしちゃったんで、ちょっとこちらの方には、今度、何ですかね、特典払いの方には使えないんですけども、私もね、一つずつできるやつからやっていこうと思います。とりあえず自動車税は、軒並み、PayPayで払ったりとかね、ヤフーの公金払いでできるそうなんで、PayPayで払うかなっていうことですね。あと、クレジットカードでも払えます。クレジットカードで払うと、クレジットカードの中にはポイントがつくやつがあると思いますから、ポイントの分もね、つくそうなんですよ。細かくは知らないんですけども、とりあえず私も実際やってみて、どのぐらい得だったかっていうのを体験したものをまたお知らせしようかと思いますけどね。私もね、これからでございます。引田さんね、クレジットカードですとか、PayPayっていう電子マネー払いとか、それから、ヤフーなんとか、公金払いか。公金払いっていうので払うと得みたいなんでね、ぜひそちらの方で進めてみたらいかがかなと思います。私もこれからやってみます。一緒にやってみましょう。それでは、失礼します。